ゲオの店舗に行けなかったので、オンラインで購入。アンパンチャップチャップ。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんが今、チャプチャプしております。アンマンちゃんやっぱり太った？いいことですね。アンマンちゃんちょっとね、痩せ気味だったからさ。なんか、あれだよね。眉毛みたいになったね。いいことですね。いい感じですよ。しんちゃんの眉毛みたいになってますよ。クレヨンしんちゃんのね。もうちょっと遊びなさい。体ね、ちゃんとゆすいどかないと。抱っこ、抱っこ抱っこって言ってる。あまちゃんでございました。それでは、本編スタートです。どうも、プニです。お元気ですか、皆さん。今日はですね、ゲオのセールが先日行われたんですけれども、ちょっとね、セールに行けなかったので、オンラインストアでね、セールに参加するというね、そういうことにしました。店舗にはね、ちょっとね、どうしてもね、行けなかったんですよね。店がね、遠いっていうのもあって、全然ちょっと無理でした。なので、オンラインで買ったものを見ていきましょう。さあ、スイッチのね、ソフトを買いました。こちらでございます。モンスターハンターライズですね。これはですね、まあ、安くなってるのもあるんですけど、まあ、そろそろ買っとこうかなと思って。まあ、やることはないかなとは思うんですけど、まあ、これをね、ちょっとやりたいっていう人もいたから、まあ、なんていうんですかね、プレゼントしてもいいかなと思って、買いました。モンスターハンターライズです。まあ、どうなんですかね。まあ、ゲームとしてはね、結構人気の高いゲームですので、もう1700円、1800円ぐらいになってるんでね、かなりお得だと思います。じゃあ2本目ですね。2本目はこちらでございます。アストラルチェインですね。でこちらですね、以前ね、間違ってソフトだけ買っちゃったんですよね。なので、買い直しで、買いました。こちら、私の大好きなね、ウィングマンとかさ、田園少女とかさ、書いてる方ですね。桂正和さん。私大好きなんですよね。あ、ちなみに、私、田園少女って言ってるけど、作品はビデオガールですね。私は田園少女、田園少女ってね、言ってたんで、あれなんですけど、まあ、ビデオガールが正解です。私は、もう昔から田園少女って言ってる。まあ、そういうことです。なので、こちらはですね、大好きな、桂正和さんの、キャラクターデザインのゲームということで、パッケージがね、欲しかったので、購入しました。だいぶ安くなってきたしね。新品買えよって話もあるんだけど。すいません。3本目です。3本目はですね、こちらでございます。脳を鍛える大人のトレーニングか。任天堂スイッチトレーニング。これもね、欲しかったんですよね。でもね、ネットで買った方が安かったかも。タッチペンがね、これね、ついてなかったんですよね。なので、まあネットでタッチペンなしのやつを買ったら、もうちょっと安く買えるみたいなので、まあネットで買えばよかったかなっていう感じなんですけど、まあだいぶ安くなってきたんでね、購入しました。
DS でね、結構やってたんですよ、脳トレ。好きで。なのでね、まあ、スイッチでも暇つぶしができるので、いいかなと思いまして購入しました。多分、ボロボロなんだろうな、今やったら。やっぱり脳はね、鍛えていきたいですね。それでは、次です。次はですね、これで4本目かな。これがね、ラストです。こちらでございます。2人でにゃんこ大戦争。カミカミですいません。2人でにゃんこ大戦争ですね。こちら999円ということで、これもね、なんていうんですかね、携帯ゲームで、スマホゲームでね、かなり有名だと思うんですけど、私やったことないんですよ。でも CM だけ見てて、ちょっと面白そうだなと思って、欲しいなとは思ってたんですよね。で、今回ね、結構セールに出遅れちゃって、オンラインセールに。なのでね、ちょっと欲しかったやつがね、他のやつね、それがね、結構売り切れちゃってて、残念だったんですけど。まあでも、今回、ショップ行ってもね、まあこの4本は買っとこうかなと思ったのが、購入できたので、まあよしとしましょうという、ことですね。まあなるべくスイッチのゲームはね、集めていきたいなと思ってるんで、まあこの辺ね、安くなった時に買っとこうかなと思って。なかなかね、手に入りにくくなるとさ、また値上がったりとか、あとショップでね、買えなくなっちゃったりとかするので、まあゲオのセールはね、まあオンライン相場よりも、今回ね、安いかなと思ったものを購入しました。まあ、安くなったらね、買っとこうと思って。スイッチのゲームはね。まあ、というわけで、今回ね、ゲオセール、店舗に行けなかったんですけど、オンラインでね、参加したよという、そういうお話でございました。脳トレね、やって勉強します。なので、まあ、結構ね、満足したものだったかな。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。今日はですね、あのゲオで購入したものをね、ご報告するという動画になりました。それでは、またね。